槍は遂げたか。そしたら先陣切って槍遂げに行くぞ。今回は新カードノーマル熊谷信長を紹介するよ。計略の先鋒戦法は直線で、波動内乱ゲージが敵陣に近いほど威力が上がる。中央から1つ奥でプラス7、左右でプラス8とメタっぽい計略名に反してかなり高性能。私を続け。そうね。チェクショー、ここまでか。常に最悪の舞台を想定して動く。やるぞ。そうね。ちょいと隅でおやすみ。見切った。私を続け。行くぞ。いや、私を続け。失敗したな。見切った。つまらんな。行くぞ。私を続け。行くぞ。そうね。いっぱいやって元気いっぱいだ。行くぞ。そう、流派発動。一の方、行くぞ。見切った。僕、傭兵にはちょっと自信があるんです。そうね。行くぞ。無二の覚悟で主に仕える。それが俺の目標だよ。引き上げよう。見切った。流派発動。二の型、戦機開花。範囲に入れ損ねる痛恨のミス。マウント牙の火力を下げ、レンカッタの灰足やね。違うんだ、私は。空が赤く。行くぞ。ちょいと隅でおやすみ。神して。まだ終わらないのか。行くぞ。発動。一の方、償おう。出て大丈夫か。ミスから崩れてだいぶ狂ってしまったね。かなり苦しい状態やけど、大みそでワンちゃんを作り出したいところ。暴れたりん。いっぱいやって元気いっぱいだ。もう時間かしら。いや、私を殺さないで。見切った。僕、傭兵にはちょっと自信があるんです。戦機開放。
この映画と罪を背負い平和の道を行く。私に続けろ。私に続けろ。私に続け。流派発動。二の方。ミキ、私に続け。私に続け。ジェクショー、ここまでか。無二の覚悟で主に仕える。こんな感じでその次の走破内乱前に使えば高い費用対効果を得られるから、チキさんなのもあって打ちやすかったよ。私を続け。私を続け。まだ終わるわけには。私を続け。爆戦さののみ長州男児の肝っ玉、これよりお見せしよう。見切った。いや。ちょいと隅でお休み。ご視聴ありがとうございました。 1.5 コスは積算で打つ計略としては高パフォーマンスで優秀に感じたよ。